はい、見事ダイエット成功しました杉村さん、はい、いろんな成果がやっぱあるわけですよ ね、 そうですね。僕らが手助けしたとは言いたくないですが、うん、まあ結構協力しましたからね。協力した。まずはこのさ、うん、杉村さんちょっとあのもうちゃんとカメラ向いてくれません？めちゃくちゃ集中してませんあなた今。してますよ。ものすごい今キョロキョロしてましたよ。気抜いてるんじゃないですか？抜いてないですよ全く。ちょっと痩せてもう自分は終わったみたいな感じ出てますね。その安堵感はでもくださいちょっと。いや安堵感はいいんですけどもね、今撮ってますから。今あなたものすごいいろんなとこ見て集中してませんでした？いやいや、ちゃんとしてくださいよ。大丈夫です、大丈夫です。頼みますよ。ダイエットに成功した杉村さん。はい、この部屋に貼られた言葉たちがやっぱりね、うん、ダイエットを成功へと導いたのかなと支えましたよね、これが、うん、いろいろね、まあ、この言葉の数々ですが、うん、まあまあもうダイエット成功したのでこの中で、まあこれはもう取っていいだろうなってやつは、うん、取っていっちゃいましょうか。そうですね、達成したというかね、うん、そういうのは取りましょう。取っていきましょう。じゃあ一個ずつ見ていきましょうか、はい。じゃあ杉村さん的に、うん、まあ、これはもう大丈夫でしょみたいなのありますか？これはじゃあまあこれはいいよね。その辺じゃないですか。ああそうですね、1ヶ月でマイナス5キロ、もう余裕でしたね、うん、ええいや月のミルクアイス美味しい、これいいだろ。いいの？どういうことえなんで、いやまあ我慢もしてます。いやいやいや、我慢はダメでしょ。ダメです。あなたはダメだよ、うん、我慢は取っといた方がいいよ。そんなもん。いや我慢してダメダメダメ。いやいや、それ食べ物食欲だけの我慢でしょ。いやでもこう我慢をしたからこう結果、いやいや、これはあった方がいい、これは絶対あった方がいい、うん、ああ、いや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 これは話せないじゃんか。いやいやいや話せない。自分が自信あるやつを言ってくださいよ、うん、じゃあ。いやだから全部取っていいよ全部。どう思ってんの君。これを全部取っていいっていう理由は何なんですか。いや終わったからもう。え、じゃあ性格も全部終わったってことですか。改善されたということですか。人のせいにしない、うん、時間にルーズなす、言い訳しない、この辺も、ね、してない、してない、してないですよ、うん、いや考える癖もつけますよ。 つけますよ。ついてねえじゃねえか。じゃあダメですよね。いや、じゃあ、どれ取っていいのさ、じゃあ。まあ、1ヶ月後笑って体重乗るとかですよね。これはもう OK ですね。体重計しかないじゃん、うん、いや、体重計以外だって何も、あいや、でもここはもう取っていいでしょ。うわこれは取っていいだろ、これは取っていいだろ、これなんかこれを残しとかないっていうのがなんか、うん、杉村さんの考えを俺共有できない。なんかね、うん、でも終わったでしょ。じゃあ本当にじゃあ自分が取っていいと思うの取っていいですよ、うん、いやだからマジで。これはいいでしょ。なん、まあ別にいいけど。全部だって剥がそうと思ってたんでしょ。全部剥がそうと思ってましたよ。いや、もうやっぱ伝わってないという。なんかね、別にこれが部屋にあることを俺プラスしかないと思うんだけどね、うん、誰か来た時のきっかけにもなるし。じゃあもう剥がせないよ。じゃあいやでも元々全部剥がそうと思ってたんでしょ。俺だったら残しとくけど、まあでも本人が剥がしたいならいいですよ、剥がして。自分がもう剥がしたいと思うやつを。いやこれ全部剥がそうと思ってる。じゃあ全部剥がしてください。いや、はい、いやいやいや、ちょっと待ってよ。いやいいじゃん、そう思うんでしょ、うん、いやそれ剥がしたところ取ったってじゃあ何もないよ。いやでも部屋が綺麗になるっていうところをじゃあ取る、いいじゃないですか。まあこれがあるのは俺プラスしかないと思うんだけどね、部屋に張り紙があるっていうね。結局やっぱ元に戻ってしまう。いや元には戻ってないから。いや性格的な意味でね。そうそう、うん、いやもうじゃあ剥がせないよ。じゃあいやでも剥がしたいんでしょ。剥がしたいんでしょ、うん、っていうことですよね。でも自分の住む家ですから、うん、いやでもまあ
ですね。じゃあいや、いいよいいよ、剥がしない。いやいや、じゃあ待って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 、うん、あ、じゃあもうあっちの方はもう絶対剥がすわ。今任せます、はい、どうぞ。何それ、まあ、いいじゃないですか。何かね、家で配信するときとかこういう張り紙あるとか ね、 方がね、全然いじられるポイントになると思うんですけど、かっこいいと思われたいみたいな、だ多分自分で笑いを生み出せないってことに気づいてないんだよ ね、 そうですよね、多分ね。だってこれがあるだけで誰かがいじってくれたらね、そうですよ、何か生まれるわけですから、ね、まあ、プライドでしょうね、この辺も。まあそうじゃない。いや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 、な、何それ。でもだって全部剥がしたかったんでしょ。いや、剥がそうと思ってましたよ。もう俺とザッキーは剥がさない方が絶対いいと思ってたから、うん、今これ回したけど、うん、なんか思ったより不機嫌な感じで来たから。いや違う違う違う、なんかもうどうしていいか分かんないもんだって。不機嫌な感じで来たから、じゃあもう自分の思う通りにしてくださいっていう結果や、これはマジで。いや、でもどうしが分かんないもん。いや、でも剥がせばいいじゃん。剥がしたかったんでしょ。分かんないよ。剥がせ、俺には。なんで分かんねえんだ。分かってる人は最初から剥がさねえ。うん、最初から剥がすっていう選択肢は出ないよ。そうですね、うん、どうぞ続けてください。まあでもあれだね、ダイエット系はね、ダイエット系は剥がしますわ。お任せしますよ。こういうのがあるので1ヶ月苦しかったこととか思い出せると思うんですけどね。確かにな。いや、それはもうだってもう腹なくてももう大丈夫っすよ、そこは。それはもう体重維持してきますから。これを全部剥がすっていう、その残しとくっていう発想にならないの俺不思議なんだけどな。マジで。それも取る。いや、これは取っていいだろ。それも取るの。沖縄こ、わあ、これこそね、配信でね、いじられたね、そうですよ、やつだったんですけど。まあ自分の興味あることしかね。まあ結局そうなのかな。なんなんだろうね。よく見られたいみたいな。ここはやっぱ最優先に、ね、最終ちょっと本当に気になるんだけど、この張り紙が部屋にあるマイナスポイントは何なの。これを剥がしたいってことはマイナスがあるから剥がしたいってことでしょ。いやないけど正直、うん、で終わったからいいかな。ドライな人ですね、うん、まあこれが素なんだよね。これがやっぱ杉村という男のやっぱ 本質が出ましたね。終わったからいいかなっていうのが全てだよね。そういうことなんですよね、うん、いや、めっちゃ後味悪いわ。なんかなんでそんなに問い詰められると思わなかった。いや、だって張り紙に関してはちょっと僕は不思議なんですよね、マジで。終わった途端全部剥がしたいっていうのが俺はよく分かんなくて。いや、あの、正直残そうと思ってることもありますよ。うん、でも いくないですか。いや、いいですよ、じゃあ、うん、いいと思います。どうぞ、お好きなように。いや、それがなんかもうさ、それがなんかもう俺がもうダメみたいな、悪いみたいな言い方じゃん。いや、だから人それぞれの考えだから。俺は、俺だったら残しとくよっていうこと。だって貼ってあることにマイナスもないし、誰か来た時にいじられる可能性もあるし、配信でカメラに入り込んだらそれはそれで何かきっかけになるかもしれないし、こんなことしてたなって思い出せるし。それは別に張り紙なくても思い出せる。だからそういう考えならいいと思います。凝りますね。
国旗見たくなったり。ああ。なんか残してはいますね、でも。確かに。うん、一応選んではいるみたいですね。多分このライダーのやつ、吹き出しのやつはきっとライダーよく映すじゃないですか、はいはいはい。その時に本当に入り込んでほしくないんでしょうね。本当に嫌なんでしょうね、うん、そういうところでね、いじられた時の開始とかで考えるのだけでも勉強になるとは思うんですけどね。まあ、この辺ですかね。これは取らないんですか。取らないんですか。まあまあ、これはね、あの、ほんとずっと言われてることなんで、まあ実際、ほんとそうだなって思う部分もあったんで。あれ、カメラ回す前は全部撮れてましたけど、どうしたんですか。変わりましたか。変わりましたけど。いや、まあまあ、貼っといてもいいかなっていう。そうですか、わかりました。いや、なんだよそれ。いや、別になんでそんな別に切れるようなとこじゃないですけど、どうしたらいいの俺も。こっちもじゃあ撮るなら撮っていいですよって言ってますよ。いや、そのなんかそれがもうなんか違うじゃん。だって最初に何が違うの。それがなんかもう、ああまあまた人間性何にも変わんないなみたいな、うん、それは最初に言ったじゃん。ええ、それなのに撮り始めたわけでしょ。いや、そんななんか張り紙一個でそんな言われたくないっすもんだって。うん、じゃあ撮ればいいじゃん。いや、じゃあもう言わないから、堂々と撮ってもらう。いやいや、もういい、もういい、もうなんか、もうなんか撮れない。なぜですか。いや、なんかもう撮っても撮らなくてもなんかすっごいもうあのなんか気分が嫌だ。もやもやするという。もやもやする、もやもやするから。リスするためにも貼っときます。じゃ、これは残しでいいんですね。残しでいいですか。これは残します。いいんですか、これは残します。ってことは、この辺はまだ変わってないということですね。いや、変わってないとは言ってないじゃん。じゃあ変わったやつ取ってくださいよ。いや、だからもう、だから取っても取らなくてももうなんか気分がもうなんか違うから、これはだからもう取っときます。どうすれば気分は晴れたの。とりあえずもう今日一日もう今日これをモヤモヤは晴れない。なんで。なんで。なぜ。一回このなんかリセットされないと。どうすればリセットされるんですか。酒飲めばですか。とりあえず当分このままでいさせてくれ。なんで。いいの。うん、いいよこのままで。おお、このままでいいよ。まあ、でも全部剥がそうと思ってたわけですもんね。いや、剥がそうと思ってたけども、うん、でも実際こうね、何枚かはやっぱりこう見ててちょっと、ああそうだなっていう部分があったんで。あ、じゃあそれだけ残そうよ。例えばどうですか、うん、いや、だからそれはもうあっちの言葉とかね。ああ、はい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 、はい、だそれとかは、うん、別にちょっと貼っとこうかなとは思ってたから、うん、それは取っとこうと思いましたよ。あとは、あとはだからもうこの辺ですよね。この辺というのは、いや、こういうとこですよ。選ぶとしたらね。選ぶとしたら、うん、その残そうと思ってたやつ。いや、まあ、もういや、もうだからこの辺だってもう投げやりになってませんか。投げやりになってないよ。なんどうしたの。なんでイライラしてんの。どうしたの。イライラはしてない、してないって。いやいや、どうしたんすか、うん、してないよ。じゃあ残すやつ。教えてください。教えてください。いや、だから、よく厳選してやります。いや、逃げないでください、うん、発表してください。で、厳選してやります。じゃあ厳選して今、はい、残すのだけ残しましょう。これを考えて、だから残します、これ。いや、逃げない、逃げてないです。投げ、いや、逃げてないです。いや、投げやりになって、いや、投げやりになってない。一つ一つじゃあ見て、いらないの取ろう。取ってみましょう。いや、逃げてないです、逃げてない。もうめんどくさがってるから。いや、めんどくさくなってない、本当に本当に。いや、やろうよ。やりましょう。いや、じゃあこの上2枚はいらないね、うん、じゃあいいんじゃない、うん、
ね。そう、掃除をするは残す。掃除はする、した。以上ですか。掃除はする。以上。以上、これはじゃあ、だるいをかっこいいとは思ってないってことなんですね。それはさ、だって取りましたね。いや、それは君らがさ、なんかさ、だるいをかっこいいと思ってみたいな。ごめん、これ君らじゃなくて、事務所の若手みんな思ってます。そうですね。申し訳ないけど。相違ですね。うん、これは本当に。呼んでこい、そいつらじゃ。いやいや、思ってねえ。ほぼ全員で。ごめんすけど、うん、思ってないもん。じゃあこれを残してあこの部屋で生きていくと。あなんか不機嫌になってるの。なんかね、うん、怖いですね、うん、なんかもう全然達成したのになんか達成感ないもん。え、何のためにやってたんですか、うん、いやそれは褒められたかったの。いやそれ自分のためにやってましたよ、うん、じゃあそうですよね、うん、だけどなんか別に終わったから紙剥がすのは違うなみたいな、面白くないなみたいな。だって結局面白いものを撮りたいじゃないですか、うん、いや面白いものを撮りたいですよ、うん、でもそのダイエットは別にそのなんでしょう、面白いことは僕はあんまり求めて、いやそんなこと求めてなかったんですか。えってことは結局このかなり衝撃発表。違う違う違う、じゃあ動画にする意味なかったんですね。その中で面白いことは、それじゃあ僕も僕編集してる僕に謝ってます。これはマジで。いや違う違う、それはもちろん面白いことはあるけども、うん、面白くない素材を少しでも面白くするようにマジで寝ないで編集とかしてるんですよ。いやすいません、それはありがとうございます、うん、感謝が足りないよ杉村さん、マジで、はい、うん、で面白いのは別に良かったわけでしょ、ダイエットは。じゃあいや、良かったです。面白いことは別にダイエットには求めてなかったってことですよね。いや、その中でもあるけども、うん、まずはその、なんでしょうね、この果敢に真摯に取り組む姿勢というところをやっぱり僕は一番に見せたかったので、はい、うん、うん、その、なんか、うん、はい、うん、芸人であることをまず自覚しましょう、あなたは、うん、面白いことが最優先であってほしいですけどね、うん、そうです、うん、面白い、はっきり言いましたからね、面白いのはいらないみたいなこと、衝撃発言でしたけどね。その中でもじゃあ編集しなかったわ、そのまま垂れ流しにしてて。いや、その中でも面白いありましたけど、うん、いや、すいません、それは僕が今間違えましたね。だからじゃあもう、いやで、それでダイエットはダイエットで終わって、うん、はい、うん、ダイエットはダイエットで終わって、で次はそうですね、ここに書かれてることをやっぱ取り組まなきゃなとは思います。はい。いや、そのなんか剥がすのはなとか言われたのがって言ってたじゃないですか、さっき僕らがこれ剥がすの面白くないわみたいな言われたのが気に食わなかったっていうのはどういうことなんですか。いや、なんかその紙一個なんか残す残さないでなんか面白い面白くないとかって言われるのはちょっとなんか嫌だったから。あ、考えを否定された感じでね。別にそれが全てじゃないじゃないですか。まあ、うーん。でもやっぱ僕は純粋に終わった途端にここにある張り紙を全部剥がそうっていう考えを持ってるのが寂しかっただけですね。あ、うん、残すっていう選択肢が頭の片隅に少しもなかったっていうのが、今だってこれ残してんのも僕らがカメラ回ってからあーあー言って機嫌悪くなってめんどくさいから今残してるわけでしょ。正直だってこれも全部剥がそうとしてたわけでしょ。いや、本当に言うと、うん、あのだから2、3枚は残そうとしてましたよ。だからじゃあそれだけ残そう。それだけ残しましょう。いや、だから、うん、もうそれはいいじゃん。それ決めてたやつだけ残そう。そうしましょう。うん、この場のためにこれを残すとかは別にいらないんで、うん、本当に決めてた2、3枚だけ残しましょうよ。決めてなかったんじゃねえかよ。あれ。いや、ごめんなさい、あれは本当にちょっと残そうと思って。あ、いいですよ、あれはじゃあ残しましょう、うん、これはそれ以外はもう外すと。それあとはもうだから剥がしながらちょっと考えながら剥がそうかなと思って。あ、じゃあそれやろう、うん。これやりましょう、うん。
大胆に行きますか。考え続けて言い訳もしなくなって、うん、ああもう全部だ。自発的に考えて行動もしてダメと。ああもう大胆に行く。ガッガバッと行きました、うん、ああもうどうせやとか逃げ癖も。意識してもらってこれですね。これだけ残しました。あ、約束は守るだけ。これはどういう意図で。結局、うん、あのこの言葉とかこの言葉に、うん、あの全てここに書かれてるのが集約されてるような気がするんですよ。なるほど、うん、はい、だからあのこれができるっていうことはここに書かれてたことも全部できてるって僕は思うんですよ。まあいい風に言えばねこっちはいいの。いや、こうですね。これも残し。残し。はい。これは約束を守るには入らないと。まあそういうことですよね。いやいや、まあまああのこれは結局はあれでしょ。あの怠けてないのかお前はっていう意味合いですから。なるほど。考え癖をつけるとかじゃあそれ系のやつも全部これに集約されてると。うん、そう。なるほどね。だと思います。これはこれはいいそれはもう後で取る。あ、これも取るじゃん。取っちゃう、はい、もう一個あっちにこっちにもありますけど。いや、これも後で取ります。あ、取る。あ、これも取る。まあ、取る。これも約束に含まれる。いや、だからこれも結局時間は有限ってこれでしょ、うん、今日やる今やるっていうことだとは思うんで、うん、だからこれは取っときますよ。なるほどね、はい1枚あれば十分だってことですね。そうっす。なるほど、分かりました。だから取ってある言葉をあとは一つ一箇所にまとめてあの貼り直します。貼り直す。貼り直すか。だいぶすっきり部屋がしました。すっきりしましたね、はい、今後は約束を守っていこうと。そうです。具体的にはいや、だから何かね、こうお願いとかされたら、うん、もうそれにちゃんと答えれるように。子供？小学生結局約束の話じゃん、それ。いや、これ説明書の中身ですよ、中身、うん、だから、うん、あなたが豪快に剥がした大事な部分が。そうですよ。だからもう何かね、こうお願いされることとかあるじゃないですか、うん、これ買ってきてみたいなね。そうこれ買ってきてはちゃんと買ってくるようにしますよ。パシリとしてのそういうポジションとしてってことですか。それはそういうキャラを立てていくってことですね。まあまあ一度こうするっていう約束はもう破らないように。見てください、約束を守るが今落ちました。カタッと傾きましたけど、はい、今喋った途端傾きましたけども、粘着力弱いんだよここあの紙自身も怪しいなと思ったのかもしれませんね。ちょっとね、はい、だから貼り直しますから、ちゃんと。なるほど、嬉しいな。嬉しいですね、この言葉の数々だしが、ね、ちゃんと一箇所にまとめてそれをね、はい、こう自分毎日見れるようなとこに置いて、うん、それをちゃんと見て前に生活を送りますから。じゃあとりあえず杉村さん、今後は動画撮ってる時は面白くするってのを忘れないように。それが一番抜けてました。はい、ね、見てくれてる人もね、面白やってる本人が面白くしようと思ってなかったっていうのは多分ショックだと思うんで、これは衝撃ですよ。はい、いや面白い、いや面白いの前にこの真面目っていうところの中が あったんで、まあ、その逆であってほしかった、うん、そうですね、それは伝わりませんよ、当たり前ですから、それは、うん、すいません。
モヤモヤ取れました、心のモヤモヤ取れました。本当ですか、本当ですか、取れましたって。そうやってまた問い詰めるから、なんかまたモヤモヤしてくるから。なんかそれで取れるモヤモヤって何だったのかなって思いますよね。取れました、大丈夫ですか、はい、素のイライラのムカついてる感じめちゃくちゃ出てましたけども。すごい出てましたね、はい、久々に。これ本当に素で怒ってないですから、うん、いや絶対嘘です、うん、嘘です。いやだからそうやってまた言うじゃん、 100% 切れてました、ね、うん、これはごめんなさい、ごめんなさい、わかります。いやだから僕はカメラを一回も止めませんでした、はい、100% 切れてましたね、はいはい、100% 切れてました、そういう時にエンタメできないのは杉村さんってのはもう分かってますから、はい、そこなんですよね。ちゃんとこの流しっぱにしてるのに理由があります。はい、なかなか切らないでしょ。もういいよ、終われよ、はい、終われ早く終わってくれ。なんか締まりがな、終わんねえのかよ、締まりがさ、終わんねえのかよ、締まりがさ、終わらないですよ